を頼られてるんだね。頼られてるその人、質問者の人、多分素敵な人だと思う。いい人だから頼ってくる。それは自分で分かってほしい。そういうね、不安な人っていうのはね、人の見分けが上手なの。頼ってもいい人と、頼ったらたちまち突き飛ばされたりする人と、見分けちゃんとできる、うん、あ、そういうところに敏感な人と、そうそうそう、うん、甘えられるっていうことは素晴らしいことなんだけど、本人がそういうことがね、あんまり抵抗にならないようにね、うん、考えるしかないなと思う。 そこまでやると僕の方が壊れちゃうから、その辺 やめてくれってか言って、なんか防衛策を考えればいい。寄りかかってくるぐらいだとね、うん、人がいないとこだったら構わない。人がいると同性愛と思うじゃない。でそれ困るから、そのいないところで甘えさせてくれって言うんでしょ、うん、だからそれやっぱりあの愛着障害ですから、うん、今自分で治そうとしてるわけだから、うん、だからそれが母親じゃなくて、うん、母親じゃない人に誰でもいいんだよ、うん、愛着障害というのは、うん、自分が困った時、落ち込んだ時に頼っていくと気持ちを楽にしてくれる人、そこに行くわけだから、うん、僕なんか10人の子供10人全部そうなったからびっくりしたことがある、うん、いろんなか変化してくる。また相手が子供だったら、まあ、可愛いなって思いますけど、うんうん、相手が、まあ、成人してると、まあ、あれって間違われるかも、うんうん、嫌だと思いますよ。でもそれは人助けしてるとどっかで思わないと、しょっちゅうその子に会うと、誰だから会う時間をあれ削ったりとか、いろんな工夫はする必要があるけどね、うん、案外と他の人に行くようになるじゃない、嫉妬感情が起こるかもしれないよ、まあ、メンタルクリニックに通うことを勧めていますってことなんですけど、うん、医者に行っても医者は分かんないんじゃないかな。薬ないよ。こうやったらここ変わりますという治療じゃなくて、うん、人間の奥深いところを自然と変わる心理療法というのがあるから、うん、そういうのをやってもらうといいのかもしれない。もう精神科とか心療内科じゃなくて、やっぱりカウンセリングの方がいい。やっぱカウンセリングの方ですよね、うん、そういうところがあればね。でもそのカウンセリング受けるっていうのは、うん、悩んでる人が相談に行くところじゃないですか。そうでもそのこの友人は悩んでるわけじゃないんで、結局自分が言ってもそれはダメなんだよ。その人にでも言ってくれないとなると、うん、まあ、仮に言ったとしても本人が相談したいと思ってなければ意味ないですよね。そう悩んでないわけです、うん、愛着障害で、うん、そういう子だから、そういうとこ今のことを言って、頼れる人、自分じゃなくて母親とかに なれるように治療してもらったらいいよって言えば、うん、行ってもらうってことですか、うん、カウンセリング、うん、だから難しいけどね。でそういう人は生涯誰かを求め続けてると思う。あ、これ抱きつかれたり頭撫でられたり手も揉まれたりするのはしんどいので、やめてって言うと泣かれちゃうってことなんですよね、うん、泣かれても構わないから頭撫でてくれって言うわけ。そうそれは心理療法だよね。相談してる人が心理療法のなんか力があるんじゃない、ね、でも普通じゃないね、うん、相手は人前での普通の状態をよそってる友人は好きなのですが、うん、自分が慣れてかつ友人が満たされるのを待つべきか、うん、これ満たされるで治ったりする、同性なのかただの愛着障害なのか分かんない。普通は愛着障害だったらでもそこまでやらないと思う、うん、やっぱり同性愛けど傾向があるんだと思う、うん、相手の人に、うん、それはなんか悟られたくないからあえてそういうふうに、そうそう、なんか愛着障害みたいな感じで言ってる可能性もあるんですか。普通じゃないっていうのは何か障害があるんじゃないかってことですか。障害じゃなくて精神的に、普通愛着障害でも同性にあれするのは初めてだよ。だからそれは同性愛の傾向があるんじゃないの、ね、それに隠してるかもしれない、うん、愛着障害であれば、うん、まあ、例えば母親に依存できなければ、うん、同性じゃなくて違う、同性でも構わないんだけど、あのやっぱ甘えることはあるけども、やたらにいろいろ相談持ちかけたりとか、うん、一緒にいて喋ったりとか、うん、したがるん、でも大体ね相手から嫌われちゃう。だからそれは分かるから、うん、分かるからやんない、ね、そのうちにやっぱり異性を見つけて母親的な異性っていうのがいるわけだから、うん、女性落とすとべったりになると思うんだけど、うん、普通はだから異性に求めていく、女性がそういう力があるから、どっちかというと男性よりも女性の方が人を抱え込む力ってあるから、うん、そっちの方に行くんだけど、行かないっていうことはやっぱりね同性愛的な仲があるかもしれない、うん、距離を置くことも考えたのですが友人 として好きなのでそのところがね、うん、よく分かんない。自分の中にそういう同性愛的な気持ちのなんかがあるかもしれない、うん、それ同性愛する人はそれを見抜く力があるから、だから頼ってくるわけじゃない、誰にも頼ってるわけじゃないから、うん、単なる愛着障害じゃないと思います。その行動がちょっとやっぱり違うってことですか、ね、うん、もっと自分の愛着障害は、うん、自分の体とかなんかにもいろいろ出てくるし、うまくほら発達しないわけだから、うん、心とかなんかが、うん、ただの甘えとはちょっと違う、
そのうちに自分の中でもそれを発見するかもしれない。でもどういった距離感で接していけばいいのかな。心理的な同性愛だよ。本人が良ければもうそのまま付き合っていく、まあ、そういうことで甘やさせることで、うん、あの相手が喜びばそれでいいかなと思えばそれでいいんだろうけど、それ以上はいかないけど、うん、でも分かんないよね、これがね、引き込まれるかもしれない。どこ行ってきて、まあ、もしかしたら同性愛の可能性があるなっていうふうに思ってきたら、やっぱりちょっと距離良くなり、もう距離良くなり、ちょっと僕できないから、そう相談に行ったりした方がいいですね。それは他の人探しなさいって言ってばいい、うん。今の段階で我慢できるんであれば、そのまま、まあまあそうだね。そうそう、うん。で、混同してるかもしれない。母親に対する甘えと、うん、異性に対する甘えと、うん、異性というか、性的なことが起こってきたら、もうちょっとやばいよね、うん。友人として付き合いたいんだけど、ちょっと友人の行動、相手が超えてくるわけだから。はいはいはい、うん、そこのところどう防ぎようがないよね、うん、やっぱりそれはこっからが先ダメだってきちんと言っとかなきゃダメ。あ、うん、まあ、それ伝えるってこともない、伝えるのもそうして、うん、僕はそっちの系統じゃないから、うん、ここまでだよと言って、うん。